ちゃうからいけるぞに変わって、いやこれはっていう感じに買ってったんで、まぐれで買ってった感じはないです。オーストラリアに年越しで遠征合宿行ったのね。めっちゃ楽しい思いをして帰ってきたんだから、このままめっちゃ楽しい思いのまんま行けばいい。今どういう状況ですか？今ですね、今、7オーバー終わりました。3人アウトになりました。で得点は14点です。でさっきも IPL インディアンプレミアリーグで投げてる子が、投げてたので、まあいいボール放ってましたね。でキャプテンの、マーカス、この前もね紹介させてもらったんですけど、彼は1点しか取れなかったですね。いいボール投げられてたんで、まあ、難しいボールで、まあ、球も速かったので、今もう一人この前、お伝えした高橋和正君が今から入ったので、まあ、どういうね感じになるか。今何かが起こったんですか？さっき IPL で投げた子はペーサーだったんですけど、今スピナー曲がる子なんですよね。曲がる子で初球、クリケットは初球が一番難しいんですよ。でどういう跳ね方、どういう曲がり方するかわからないので、初球は結構なんていうんですかね、慎重にいくというか硬くいくんですけれども、ちょっとインサイドに曲がってきたい、でバットと、まあ、体の間を通ってリケットに当たりました。残念ですね。いや1球でアウトになったんですけど、1球でアウトになることをゴールデンダックっていうんですけども、はい、悔しいと思います。まあ、でもこれをね糧にして頑張ってほしいですけど、まあ、試合はね終わってないので、ここからね、まずはボールになんとか対応してボールを見てですね、で前半が終わりました。日本の攻撃が終わったんですけれども、まあ、完全にやられましたね。レベルの差を見せつけられた感じではあると思います。ただその経験がねこれから来ると思うので、で後半今度はボーリング守備に回ります。このインドがねどんなバッティングをしてくるのか、もちろんレベルは高い相手ではあると思いますけれども、彼らがどういうボールをどういう感じで打つのかっていうのも、日本のボーラーたちが、肌で感じて成長していってくれると思うので、一球一球魂込めて投げてもらいたいと思います。想定外なのか想定内なのかではやっぱり強いですね。でもここにそのインドと同じ舞台に立っていられるっていうことを私はまず誇りに思いたいなと思います。次はバッティングフィールディング、日本の良さを見せつけてもらいたいなとできる限り思います。やっぱりインド強いよねと、日本頑張ってます。とりあえず天気は最高です。あと雰囲気も最高なので、皆さん引き続き応援して、